いやだからあなたはだからそのなんだそ理想の人がおるんでしょ理想の人はえっ、ー、とうんうんいやだからどういう人がいいんだよだからそのよ例えば綺麗好きやとかそんなの別気にしないあ綺麗な人はもちろんあと、えー、といがない人匂いがない人匂いがない人カレー臭とかたしい人も合うとうん、まあ、そのその匂いが好きやったらいいけどああ<ー>、はい 匂いいのない人な人、はい、もうちょっと逆に言うとその汗臭いとこがいいとこじゃないんや汗臭くてもいいですけど、うん、これちょっと独特な匂いのある人はあんまりああなるほどなるほどそれはわかるわ、うん、だって逆にええ匂いしすぎるとかあるやんちょっと香水とか、うん、ああそんなもでも香水やったら気使ってはんねんなって,ってあ<ー>あち,ちゃんとしてはるやんって思うあそれはええねや、うん だらまあそれなるべく匂いのない人でよほど前ん前回か何かに匂いのある人で嫌な思いをしたってこといやーでも嫌だったあ私ちょっと匂いに敏感なところがあるので、うん、多分それでちょっとあんまりあ<ー>あそう、うん、もう俺とかもほんま嫁はんもまあまあ鼻きくからさ、うん、も,のものすごいなんか悲しくなるよ、うん、手とか 俺自分でてにおいでも臭いと思わへんねんけど、うん、すっごいカレーしてすんねんってえー、嫁はんからしたら、えー、手がだから俺分からへんない自分でええー、だからもうくっさい言われんねんでもそのくさいのわ分からへんないねんそら何ちゅうのケツ拭いててたま、うん、にこうパッて破れてバッて血でしょってくっさってなるよ <laughs> これは分かるこれくっさ分かんねんない、うん でもいてばー洗うやん洗ったらもう匂いってあれで石鹸の匂いって思うねんけど、うん、結局嫁はんしたらクサってなるの匂いってカレー臭よねんこんなとこから出んねや思ってでも不思議とそういうカレー臭は奥様好きやからねその匂いがいやもう絶対好きなんでその好きな人の匂いって好きやからいやいやもうだって俺寝てるやん枕とかもう タオル巻いてね、うん、タオル巻かへんかったらしばかれるから <laughs> 枕が臭くなるってでもタオルを巻いててももう臭いねんんほんならもうタオル巻くやん、うん、俺はもう自分の匂いやから分かってへん、うん、ほんでこれ寝てるやん、うん、ほんで次の日もうそタオル敷いたらええわと思ったらもうタオルバーン掘ってはあ、うん、やんねんけどほんでもう嫁はんの 寝床に寝転がってちょっとこうガーッて伸びとかして枕がパッて出たら「やめた!」んな…そんな怒るちょっと嫁はんの枕がこうあるやめた悲しゃ!」っつってそんな出てるっへえ本人には気づかない私の口みたいにねそうそう分からへん分からへんにくみたいにむっちゃ嫌がられてるよやわう 服とかもほんま、って言うもん,うーん飲食店の家がするだとかカレー臭だなんだ言われるけどそ,れそういうのはカレー臭はもう全然好きな人のそのカレー臭的なものは大丈夫なるほど、うん、年齢的にはもうあなたはおいくつですか今私36です36でしょ、うん、年上でしょ年下もあるよあ無理でしょう年下は年下は無理、うん、年上ってもう大体もう40になるよほなもう40前の方で 40までには結婚したいからあれあなた初めなんて言ってました<え>一番初め一番初めあなたはいくつまでに結婚したいって言ってたんですか 28? <laughs> ?28 までに結婚したいって言っていた方がもう12年伸びんのえと一周してるやんか伸びますよ伸びるよ えー、20 40まで私、ほんまに27、七8で結婚しようって絶対思ってたので、はい、あなた、新規感入った時はおいくつですか、だから 26? 25、26でしょは、うん、はい、はいで、入ってすぐもう年齢的には結婚やと思ってたのでびっくりよね、こんななるでも、10年間の今村が10周年ですけど、うん、この10年間のうちに。 これ結婚やなとかいうのはなかったのあ私はあの結婚を考えてない人とはお付き合いしないのでちゃんと結婚するってなってからお付き合いしますあっき合ってるイコールも結婚するなんもちろんえなんで何のためにけ付き合うの何のためにっていうか何があって付き合うのじゃあいや逆に言うと遊んでるってこといや遊んでるってこといや遊んか付き合っていくうちに結婚を考えるっていうのもあるじゃないあ、最初はその入りからでもいいけどすぐに結婚重っ 結婚結婚とかじゃないよ心の中でこの人とったら結婚しても大丈夫かなってあってよし大丈夫と思って付き合いを伸ばしていくとなるほどだからもう初めのだから付き合うというまあ言うた壁がむっちゃ高いやそう、付き合うのが簡単につき合えないそんななんかね打ちこき上がって私とは簡単には付き合えないわよみたいな何やねんお前付き合ってみてんか友達から始めてとかいうのが 無理やねなんかそのちゃんとこ,うあこの人やったら大丈夫よしっていう,うむっちゃ眠みするやんだから知り合って何年も経たないとお付き合いできない,っていうかうしんどっ <laughs> そらお前それ無理やってそのバカその人のことをちゃんと知らないとお付き合いできないですねほらまあまあドリブルせなあかんやんそのなんかどうかわからへんような状況をや、うん、いやもう言うや 付き合ってくだ,さいだから飯とかまあ10回ぐらい行ったりするやん,うん、うん、まだこれでもまだお前はどうやるなみたいなさあどう出てくるんだこいつみたいないそんなんじゃなくてなんかテーブルマナーとかパンパ,ンパンみたいな。あちょっと言うてんな <laughs> あもうここでくっちゃくちゃ言うてるの、まあ、あかんわみたいない<や>背景だみたいな感じやで、次なんかあの、LINE とかであのご飯どうですかって言ってももう既読にもせず <laughs> パッてブロックすんやろでバンバンバン聞いていくんやろいやあのさっきも言ったけど、うん、そのきあのき、き、なんて。 生理的に合わなくなるのを私ね男の人がこう気持ちを伝えてくれるとそのなんか好きですって言われたと思うけど前も聞きましたよ好きですって言われた瞬間からもう聞きましたからもうっなるからうんどうするんええっええっすごいありがとう俺全然知らんかった これは俺はびっくりした言わんかったえなんと妹さん来てくれましたよみさんいや、ちょっと…年内には実現したいなと思ってましたけどまさかあなたはほんに…あざと言わなかったですいやいや…え、してた姉ちゃんはうんうんやれへんなんだよ…えはい、いやいやいや…私いや、ちゃうよ来てよもうそんな出てよ出てよそんな何を言うと、観客ですよあれへから <laughs> いや、怖。怖。歩きながら見てました,聞いてた。聞いてた、ありがとうございます。すね、えー、え、たい、しの話しよ。よ <laughs> よう聞いてるな。よう聞いてるやん。えー、ちょっと、ありがとう、どうぞ、私そんな端っこがいいです。えー、端っこ。はい、端っこやったら、もう、この間、もう、はと隠れるやんか、大きいや、ここ。<laughs> あ、じゃあ花をじゃあ後ろ置きましょうか。後ろにすみません、いやいいんです本当に。全然全然ん全然。何を言うてんの、まあこの間見に来て言った出てくれた時にはもう酔っ払いに絡まれただけやったからあなた。ね、それはちゃんと。大丈夫かな。ええ大丈夫ですちょっと。よくでしょよくよくでしょあ、入ってますか。ねものすごい低い位置に。はい。あ、いや全然これ音声行けてる。大丈夫です大丈夫。あの私ここで見てるんで。大丈夫ですか。見てます。ええ。 ちょっとどうあの今の聞いてたでしょこのお姉ちゃんの恋愛感はいもう好きは言われたら引いてまうみたいな <laughs> そうですねそどどうなんそんなあの何にも恋愛の話しない,しないあんまり好きじゃない恋愛の話するのがえなんでそのちょっといいやんでもちょっと姉ちゃん誰かおんのみたいなうーこん何もない,聞かないえ嘘、ー、お互い何もないよねそうですねんも聞かん なななんんなど,どうやって日々過ごしてんのその兄弟、まあ、俺もあんま弟と恋愛の話だとかあんまないけどうん、うん、そうそうそんな感覚で、うん、は別にそんななあんまりで,でも俺の場合は年がむっちゃ離れてるからさ弟と8つぐらい離れてるから、うん、あ,あんまそういう話にならなかっただけで、うん、でもその時付き合ってた彼女と一緒に飯行ったりとか、うん、そうなのをしてたからうーん普通にそういうまあ関わりはあったけどそういうのもないの別に。 彼氏家に連れてくるとかないです全然ない姉ちゃんが彼氏家に連れてきたとか部屋閉じこまったままなんか変な声聞こえてくるとそうなんやろなんか姉ちゃんの部屋から変な声聞こえてくるとか変な声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 聞こえてきた部屋からおーなんてあのマイケルジャクソンの部屋何やねんそれマイケルジャクソンのマイケルジャクソンの曲歌っててえ一人で一人でコンサート え何してんのふんふんやれえ家で何してんどうなっての家で家で舞いなわけ何をしてんの楽しいやんえた…楽しい楽しいのあれま…あれもしかしてマミちゃんコメントしてくれたしてますえあどこにどこに見てますっていうのとうんハゲは色ロがありますよってあああそんな… もう見てなかったらもうごめんなさいねすごいたくさんコメントがいや今日は多いさっ,きさっきコメントしてたのに出演してろって出てきたからあれあそうです、うん、分かるわマキちゃんっていうコメントも頂いてるけどそう周りの女の子の友達も分かるって言ってくれる子が多いでもあれやなマミちゃんも好きって言われたらもう好きになるタイプやろあそうですなはい。 もういっぱい好きや、言う、いうてもらえ、よ、もうほんま。そう、言ってもらえないんですよ。なんでな、いや、でも、あの、しみひろに関しては、もう全然。あ、全然大丈夫。全然大丈夫。毎回言ってるよね。全然大丈夫じゃない。全然大丈夫っていう言い方、ないね、お前。ただ、お。たまよ姉さんに心配されてるのが。二人がもし付き合ったり、結婚したりとかしたら。二人とも、糖尿病になる可能性。食生活的に。 不健康がたたる。それは心配、たまよ姉さんには。あ、もう。二人で。もう、もう。も,もう、っくり立てて。美味しいもん食べに行こうって言って。あ、でも、逆に言ったら、その、まみちゃん、それ見てたら、もう、ゲー出てきて。その、ああもう、痩せようと思うかもしれん。思わんでしょうねああ。思わん。そんなくん、うんうん、食べるよね。あの。 食欲の秋ですね。美味 <laughs> しいもいっぱいあるし。いやね、おばさんやん、もう、言うてるコメントが。<laughs> え,えあんだけおぼこかった人が、もう二人とも三十やろ、もう。中盤でしょ、ほんで。でで私、ほま恋愛のトークは苦手なので、あの。うん 趣味の話とかどこ行ったんですか。趣味の話。あの写真を送ったやつとか。あ、趣味の話。じゃあじゃそのお写真の話しましょうか。じゃああのちょっと待ってくださいちょっとその確認をしますよね。こっちちゃんと写真がいけてるかどうかの確認しますんで。あと15分で終わるんちゃいます。終わりました。よちょっといろんな話を。いやいろんな話をしましょう。いろんな話しましょうか。何だ恋愛の話で苦手てて。 だって言ったってええって言われるし引かれるしああなるほどそれ以上の発展がないから何を言ってもあなたの恋愛が面白いよでも何を言っても理解されないしえっってなるし楽しくないから私もこう「骨ね骨ね」っていうのがないし「いや私こうでこうなんですよ」でこうなるじゃんどん落ち込んでいくことが多いから気持ち悪いと思うんですがこれでねっていや気持ち悪いよ実際 いや別品さんやけど、その恋愛感気持ち悪いよでもガンガン遊んでる女の子に,したら女の子に比べたらあれやけど、うん、でもそういうのも色気の一つやしねあそうですかそうそうよそうはそういやだから守ってんのはどうなんやろうなと思うもんもっと攻めていってええんちゃうんと思うでお前らバキとかうんなんかもう分からんけど今日だけ誰かに抱かれようみたいなのをツイートしてもええんちゃう 今日だけ誰かに抱かれたいとかっていうツイート何やそれや <laughs> 急にしだしてもええんちゃん。えほんまいやでもそう最近もう芸,芸人、芸能人もよう結婚してるし、ね、結婚されてますしねそうでしょ、うん、ただもうあの前田玉君だけはほんま腹立つのはあなたツイッター初めていかほどですか、うん、いかほどうんどれぐらいですかえ一年…一年ぐらいでしょもう僕は三えもう四年ぐらいツイッターやってますけどあの…あなたのたった一年のフォロワー はい、の数がもう私と八人ぐらいの差になってきて、<laughs> こいつの人気なんやねん、思って。ハラルだつ。俺も全いやこいつすごい伸びる。チェックしてるね。じ俺じゃあ俺そんなあれなよ。いやなんかあたまたま。たまたまねなんか太田くんがなんかよう言ったらフォロワーがどうのこうの、ん、言あんま気にしなくて、うん、そんなん言われたら俺もう全然フォロワー伸びひんな、うん、思って。 これなんか佐藤太一郎がこれなんか自分でツイートしちゃう<あ>もうすぐで1万人みたいなねえな、ね、1>, 1万人みたいなもう必死のツイートをしてたやん <laughs> 必死やんもうフォロワーを増やすと必死のツイートしたけど俺はもうそんなんええわ気にせんとこうと思ったけど前田真紀のフォロワーの速さにああって俺も早く1万人になりたいってツイートしようかなって必死の。 こんなやつに負けてられへんと思って、大竹みたき三千何あ、まだ大丈夫やな。<laughs> っめっちゃチェックしてる、ね。<laughs> まだ大丈夫やと思って。っ <laughs> まあ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 いろいろありますけども。